これ見えるか、これが。なるほどね。じゃあ、見とこう。いつもたくさん出てるイメージ。10時から寝た。アナは2時ぐらいに寝て、アナも10時間ぐらい寝た。こんにちは。会いたかった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 。今日は西さんのお誕生日です。願いさんのお誕生日です。受け取ります。はい。34分から第1回戦始めます。おはまる。アナの今のあのスタンプはくまらしちゃうよ、よいちょまる。ちょんちょんってやつとありがとうございますと困ったなんです。定期的に変わります。今ね、今大貧民、大富豪になりすまします。アナは富豪です。誰富豪です。あ、それはピエンのね。今日の服は可愛いですよ。見えないけどリボン可愛いでしょ。リボンどっちも H&M バラバラで買ったけど、このセットで着ることが多いです。でイヤリングは小学6年生の時にファッションショーに出た時のイヤリングです。はい、始めます。さあどうでしょう。あ、くまらしちゃうよ。4、はい。はい。ツン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 。3。エゴさんかわいい。今日はお話し会なんですね。アナも早くやりたい。あの手形会と握手会もなんかあのあれだと思ってたんですよ。普通になんかあのなんていうの、あのあれだと思ってた。なんか一人ずつのやつだと思ってたら違ったからね、早くやりたいです。はじめまして。はじめましてじゃなさそうですね。諦めないで行こう。最近スマホケースを注文したんですよ。なかなか届かないですね。あ、ハチ切り知り合いよかったんか。あピンポン。一人ずつ、お話し会とかって一人ずつですよね。じゃなんかあのお話できたかったじゃないですか。お話できるやつだと思ってたから。そう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 、それ。実況いつかな。サンリオじゃない今回は。なんかね、紫のお花のやつ、首からかけれて紫のお花でなんかちょっとピョーンってなんか珍しいデザインのやつにした。これはね、これはあれだよ、あのモデルしてた時にその子、この子とお揃いで買った。富豪でした。じゃあ 大富豪、富豪、貧民、貧民になりました。そうそう、ミキちゃんみたいに首から下げるやつです。
はい、じゃあ次は39分から始めます。こんにちは。ポチャッコね、やんなかったんだよね。でもあの、あれとは合うよね。あの、なんていうの、あのアナンの今この携帯を普段使ってるんですけど、あのミントグリーンなんですよ、あのあれが、あのスマホ自体が。だから合うよね。はじめまして、ありがとうございます。なんか昨日見ててポチャッコのグッズを、ブランケットだけど、なんかブランケットだけどなんかそれにもなるみたいな。39、あと1分。ぬいぐるみにもなるしブランケットにもなるみたいなやつがめっちゃ可愛くて、マジでポチるか迷ったよね。まあ、ポチらなかったんですけど。20日にサイン会特典動画が届くみたい。お、楽しみだね。撮った記憶あるよ。何も親しみを使います。使ってください。アナはそのまんま。あ、違う。アナはもう秘密でいきます。そのまま。さっき言っちゃったからね。きれい。目玉焼きにはお醤油。こんにちは。こんにちは。フランクス愛よ。はい、始めます。ここで秋に選んでもらおう。さあどうだろうな。え、熊崎さん推しに会えました。目玉焼きには何派だろう。醤油でもマヨネーズでも塩コショウでもブラックペッパーでも何でも大丈夫。ケチャップかけるの？ケチャップでかけていいんですか？足は速い方。なんかリレーの選手の一番最下位っていうか、なんかリレーの選手に選ばれたとしても下。アイスにアンマチュニティ全然出せない、困ったな。メール初めて取り始めて286日になって、え、すごすごすぎ。でもアナも確かに占いがもう300いくつになりそうみたいな。あれあれ300いったよね。あれいかなかったっけ。300、今いくつだっけ。占い今日も書かなきゃなんですけど、すごいピンポン来るじゃん。初日からの朝びっくりして、あ、なるほどね。ありがとうございます、継続してくれて。おー、革命返ししてきた。最初は占いも画像をつけてなかったんですけど、最近はつけてます。396だった。すごい、そんなの。でもなんかアナ抜けてる気がする。そう、抜けてる気がする。どっかで。だからもしかして100違うとか全然ありえる。はい、またまた、あ、符号になりました。符号です。
じゃあ46分から始めます。ブリンチありがとうございます。符号をキープ。符号が一番好き。そうなんですよね。日記は続いてると思ってたら続いてなくて、そうなんだよ。続いたと思ったら続いてないんだよね。でもマジで1週間に1回は書くようにしてるから、いつか披露します。最近アナちゃんをし始めました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。こんにちは。え、日記は書いたことないね。え、日記はない。遺跡なら一度だけ呼ぶルーロー。はい、絵合わせいきます。ハートゲット。これ音出してもいいんだよね別に。いつも出してあれ出していいんだよね。これってバーンできない、バーンされないよね。あ、めっちゃバカなことしちゃった。ちょ、何言ってるか分かんないですけどね。ちょ、何言ってるか分かんないです。これパレよ。違うよね。え、違う、これってなんかめっちゃリズムは合ってるけど、パレオっぽい。あ、オリジナルソングなんだ。でもなんかちょっとパレオっぽいよねアレンジか。45分です今。アレンジね。タンタランタンタラタタタンタン。ミキちゃんが切ってアナちゃんって、うん、困るね。46からです。こんにちは。あ、落ちる。妹のそこの好き振り思ってた心の窓が開いた。突然面白かったな、ミレイちゃん。この間の公演の時、パレオのパレオはメダルを聞いていただきありがとうございますアナちゃんは私のものにしててミキちゃんが言ってました。ミキちゃんのものになるつもりはありません。あ、おめでとうございます。お、すごい、全員すごい。グラムグラムありがとうございます。グラムグラムありがとうございます。ラブリンちゃんありがとうございます。アナランの奇跡持ってるし、はい、気を引き締めていきましょう。お話し会してきました。え、お話し会ってどういう感じなの。アナもなんかいきなりマキコさんのお話し会とか応募してみようかな革命できるの、どうやって考えるわね。こういうふうね。はーい、はーい、はーい、はーい。286日、ありがとうございます。困ったな。
じゃなかったね。違うね。恋をしてしまった。うん、あと1枚なんだよ。なんかあれ、またハサビに戻ったな。聞こえる、パリオに聞こえる。僕は君に、でも違うらしいね。テレビ電話みたいなもん。なるほどね。あ、ごめん、あ、なんだよ、めっちゃ止まってた。この残り1枚が出せないもんなんだよね。あっ、あっ、ここはもうおもろだよね。え、すごい、大貧民の方がさ1位になるってすごくない？あー、ダメだった。おめでとうございます。下克上で、昔下克上なんとらっていうドラマめっちゃハマったな。面白い。なんちゃんの時は後ろにあなちゃんの写真にして平坦でいきます。なるほどね、そういうことができるのか。なるほどね。じゃあ今日のお昼ご飯見せてって言ったらお昼ご飯持ってきてくれるのか。ありがとうございました。本人が聞いてるの面白い。難しいな、これ2回撮ったんですよ。なんか1回目録音されてなくて恥ずかしながらこれを2回撮ったんですよ。懐かしいです。今はなんだろう、貧民です。はい、弱いです。53分から始めます。ツンツンツン。あ、画面から、あ、画面離れたら切られますね。そうなんだ。あ、じゃあかくれんぼとかはできないのか。それ残念だね。なるほどね。ツツツンツツツツンツツ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 。あ、5分以内ならいいの。え、何分あるんですか、その期間、期間ってかつないでる期間。クレムス何枚してるの。そう、ショールーム、あ、ショールームでかくれんぼいいね。今度やろう。メッセージ変えた。外から繋いでもいい。まあ、わかんない。それはわかんない。めったにいないけどね。車の中とかなら、まあ、ありえるか。そうそう、お話変えれたけど、ショールームもいい。
ライフゴーソングのアナが作ったやつ使ってもらえますかね、ライフゴーさん。こんにちは、タピオカ飲みたいな。はい、始めます。48の杉山アナです。お手柔らかに。あれちょっと早かったかな。ライフゴーになれますように。え、ジョーカーしかないじゃん。頑張るちゃん。目指しましょう。ライフゴーを目指しましょう。縛りパス。これってジョーカー出すべき。パスにしろ。困ったな。メンバーは常に本人登場が流れ。そうですそうです、毎回。 SK48 の杉山なんです。手柔らかに。はい、分かったよ。縛ります。革命チャンスです。あ、ここで革命しようって。革命です。ありがとうございます。そんな褒めてくださり嬉しいです。大人になった少女よ。ヘイヘイ。アナンのあのあれのあれです。あれはあれでした。あのコヨーティフラグの MV の時のパレオの紅白歌合戦のパレオがエメラルドの衣装はエゴさんの洋服でした。エゴさんの衣装でした。嬉しかった。嬉しかった。ミクルスドンキ。あ、本当だ、言わない方が良かったね。おほほほほほ。わあ、こりゃパスです、パスです。はい、バランの集合体ありがとうございます。はい、また貧民です。大富豪になりすぎ。なんかね、あの試着しに行った時に知りましたね。てか書いてある、後ろに英語って書いてある。英語さんって書いてある。1時から始めます。大勢ありがとう、ありがとうございます。やったね、当たったね。同期のいろんなメンバーから嫉妬されるアナンちゃん。トゥントゥントゥン。そんなことないよ、そんなことないよ、僕はそうはない。どんな君だって。
じゃないか、あの絵の女の子だって。かわいいかわいい、ありがとうございます。かわいいだろうな。パンス、決められてるキャパシティ。アナのサインはです。グラムグラムありがとうございます。追いかけ方、最近家具増えた？増えてないね、何も増えてないですね。ベッドとドレッサーと勉強机しかないです。キャパ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 シティ。今は多分やってない、パパ今はやってないと。妹のようなと、グラムグラムという意味では西井美代さんがそうやって言っているからです。叩いてかぶってじゃんけんぽん叩くやつありがとうございます。あと1分、そう西井さんが言ってる。そして西井さんの推しの方が送ってくださるのでそうやって呼んでます。叩いてかぶってじゃんけんぽんのやつありがとうございます。パパなんて友達だもんね。めっちゃコイン送ってくれるって言ってたよ。知ってるような。あのブルーレイレコーダーが来ましたね昨日、はい。あ、アナの友達いるじゃん。多分名前変えてなきゃ。はい、始めます。大好きな誰のことやろうね、誰だろうね。お手柔らかに、ちょ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 、大富豪になりますように。こんにちは、初見さんありがとうございます。小槌？初めて聞いた。縛り、はい、困ったな。30丸ふう、最近やってないな。あ、そっか、ポジション変わったからね。そうだ、はい、わかったな。はい、なりすまし使いました。大富豪です。ね、すごい、振ってくれてる。はい、はい、いいペースですね。はい、石津の配信が始まりました。パレオは一番最初に振り入れした曲だと思ったら違った。いや、あ、そこの、いや、なんかめっちゃ苦戦したの覚えてる。なんかみんなで、だって今だったら1曲1時間ぐらいで振り入れするんですけど、なぎさのイメージで多分5時間ぐらいかかったんですよ、振り入れするのに。そうって考えると、わあ、みんな成長したなって思うよね。ちょっとうるさいね、ちっちゃくしよう。ヨンちゃん、アナは毎回ちゃんとサンちゃんってやるの。難しいな。パレオと愛してラブル。海岸線の
レースのように赤な文化が走る、ハンドル握る、おさ餅を巻いて冷やかす、爪合う二人が過ごしようとして、外回りに気づく、まさかみんな大注目。はい、一連勝です今のところ。大富豪になりました。今もし着れるの何でしょう。前のめり。前のめりはあの白いどれ、あのあっちのやつも着たいんですけど、MV の制服の方も着たいです。あのアイテムゲット。あとはでもなんか最近これ着たいやつを着れたんですよね。だいぶ着れたから、ちょっとまだあの解禁されてないのであれなんですけど。あとはね。なんだろう、その制服衣装はやっぱりあの48グループって感じするよね。夢でキスミーそっとキスミーの水色のやつも着てみたい。好きじゃないけど8分から始めます。サンちゃんの時に青木さんに何度だよと申し上げたありがとうございます。もう一度走ろうか、夢が熱く泣きだ。衣装図鑑持ってないんですだから、めっちゃ欲しくて、あの、うん、なんか本当に買いたいんですよ。なかなか売ってないよね。の日からだろう、僕が歩き出したのは生きること知ること、いても立ってもいられず、前のめりに夢見る。あの16シンパシーのあれも着てみたい。すぐ近くなのに離れて感じる。今までやった曲の中で一番好きだったなぁ、16シンパシー。あれはどこのポジションで踊っても楽しいと思う。楽しかった。君に10秒シンパシー、何を話せなくても、今僕らは一つになる。いや、未来が目にしみるのやつもめっちゃ好きです。あの窓が曇るほど重力のあれ似合いそう。うん、重力シンパシーめっちゃ好きです。絶対もう一回やりたいなって思う。でこれで E に入りたいって言うと入れなくなるので、ちょっと私はあんまどこに入りたいとか言わないキャラでいきますそう、アンダーがね今ないからね、難しいね。そう、天才は考えること違うんですよね。で本当にバンジージャンプやりたくないって言ったら本当に多分やらされるから、本当に言わない。アナはね、不思議だよね。 そういうとこあるよね。何分かだったっけ、8分からって言ったよね。あと1分。危ない。
そう、ダメなんですよ。始めます。高いところはいいんですけど、観覧車とかはいいんですけど、でもいい原型にはなるよね。ランジージャンプ、何してあげるって言われたらやるかな。あの、なんだろうな、マジなんだろうな。スカイダイビングって、あ、空飛ぶやつ、空飛ぶ方がいいかな。下に降りるより上行く方がなんか良さそうな気がしてる。はい。あ、結局下から落ちるか。スカイダイビングもパラシュートか。パラシュートで落ちてる。あ、そっか。あ、スカイダイビングはどっちにも行くんか。あ、ダブルパンチはやばいね。そっか、どっちがいいんだろうね。あ、心霊スポット、肝試しの方がいいかもしれない。バンチンしてからね。でもなんか AKB さんのめっちゃ面白いバンジージャンプみたいなやつありましたよね。下が水でさ、あ、パスかなんだった。はい、こんにちは、ありがとうございます。初見さん、バスです。そう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 。ね、あの走ってるシーンいいよね。アナもめっちゃ好き。あれミレイちゃんに送った。でも今日のあのブラックパールさんのやつ楽しみです。ミレイちゃん出るから頑張ってください。ありがとうございます。あ、ダメ。ダメダメダメ。また反則上がりするとこだった。わ、これやられた。あれ？最強に困ったな。あ、よかった。みれいちゃん楽しみ。わあ！わあ！大ヒーミン。こんにちは、お久しぶり。え、なんて読むの？あの、全く読めないんですけど、本当に読めない。Can grant you rose word?都落ちしました。都落ち待ってました。カナもう一回大富豪のあれ使うから。嘘嘘、はい、じゃあラスト1回
17分からやります。ラブリンチありがとうございます。ラブリンチありがとうございます。ラブリンチありがとうございます。チェンジザチェンジチェンジザワールド。あ、なるほど。全然忖度はなしで大丈夫です。ありがとうございます。ラスト17分から始めます。初見さんありがとうございます。ぜひそこら辺にあるハートを押してくださると嬉しいです。ハートをピンクにしてくださると嬉しいです。お願いします。最後のチャンスです。グラムグラムありがとうございます。世界中で一番強がりな子の雪降り始めて傘とか持ってなくて。はい、大ヒミでやります。イエス。そうです。なんか適当に時間になったなと思ったら押してください。結局は運だから、多分ねぴったり合わせて押してもねそんなね会えない。結局は運です。これはフィーリングカップルみたいなもんで。味調べみたいなやつありがとうございます。叩いてかぶってじゃんけんぽんの叩くやつありがとうございます。ときめきときめきときめき、同じ人と二人やって、そういうのあるよね。何もある。なんかね忖度されるね日とね忖度されない日があります、ね、そうです。結局は運だからね。多分1分ずれぐらいでやってもね結構会える時ある。17分です。パパなんて誰だ。初めまして、こんにちは、ありがとうございます。パパなの意外と多分大富豪やってるよ。かわいいね今日も。かわいいね。夢でキスミーその時キスミー。1分はさすがに盛りすぎた。中学2年生です。身長160センチになりました。そうだ、変えてもらいたいんだ。言っとこう。ショールームのやつは確か自分で変えれる気がする。変えていいか分からんけど。かわいい、ありがとうございます。かわいい。でも一回だけ課金したことあった、ショールーム。びっくりした。なんか最近自分がなんか支払ったやつみたいな見れるようになって、だから自分がもらった分も見れるようになって、あーやさんに送ってたミラーボール。ね、タイムラグがあるからね。ミラーボール投げてましたね。はい、始めます。お、おめでとうございます。またまたありがとうございます。なんか久しぶりな気がする。ありがとうございます。龍の方ちゃんと覚えてる。こんにちはこんにちは
橋です。ラブリンチョもありがとうございます。こんにちは。言ったっけさっき。こんにちは。マックの新作出たじゃないですか。クリームブリュレパイとなんかチョコのやつ食べたい。なんかでもクリームブリュレの方が美味しいって聞く。あ、おめでとうございます。食べた人いますか？ミクロはね、クリームブリュレの方が美味しいって言ってた。スタバもなんか新作出るんだね。期間限定らしい。貧民という形で終わりましたね。こんにちは。ふゆっぴさんのアバターの方。お、え、プチってちょっとプチッと一人前エバラ。はい、ってことでありがとうございました。約1時間ぐらいやりましたけど、ありがとうございました。新作に引き継げられる、引き継げられるからね。ってことでまた明日も会いましょう。ありがとうございました。はい、見てくださった4512人の方ありがとうございました。コメントしてくださった方ありがとうございます。ギフトと星投げてくださった方ありがとうございました。それではまたな。バイバーイ。バイバーイ。